ジェイソン・ジェームズ・クベルは、アメリカ合衆国サウスダコタ州、ベルフーシュ出身のプロ野球選手、右ト左ヒ発音指示によると、クーベルとするのが適切である。同じくプロ野球選手のマイケル・トンキンは議定に当たる。2000年に、ドラフト12巡目で、ツインズから指名を受け、プロ入り。2004年8月31日に、ツインズで、メジャーデビューを果たした。2004年は、 限られた出場機会の中で打率。300をマークするなど、きっちりと結果を残した。同年のマイナーリーグでの活躍も素晴らしく、ツインズのマイナーリーグ最優秀選手に選ばれている。しかし、アリゾナリーグで膝に大怪我を負う。2005年は全休。2006年はメジャー復帰を果たしたが、期待されていたような成績は残せなかった。2007年は、 左翼試験指名打者として128試合に出場。打率273、初の2桁本塁打となる13本塁が65打点5盗塁とのきなみ前年を上回る成績をマーク。2008年は指名打者として77試合に出場したほか、外野手としても試合に出場。打率こそ前年とほとんど変わらない数値だったが、 初めて規定打席に到達し、自身初の20本塁打を記録した。2009年4月18日のタイエンゼルス戦でサイクルヒットを記録。シーズントータルの成績でも、出場試合数、打数、アンダー、二塁打、本塁打、打点、死球、打率、出塁率、超打率、オプス、塁打数、死球の各部門で自己最高の数値を残した。打率、 300.25本塁打100打点のラインをクリアしたのはいずれも自身初のことであった。また同年は28本塁打中26本、103打点中83打点を右投手から記録し、対右打率も322と右投手キラーぶりが顕著だった。2010年は本塁打で3年連続20本以上。 打点で2年連続90打点以上を記録したが、打率は249まで低下した。守備では前年より守りにつく機会が増え、ライトを83試合、レフトを16試合で守ったが、外野全体での DRS は低重という内容だった。2011年は、デルモン・ヤングとジム・トーミがトレードで移籍。さらにジョー・マウアー、ジャスティン・モルノー、 西岡津義らが怪我によって、戦線離脱し、クーベルも足の捻挫により、約2ヶ月間戦列を離れた。故障の結果、出場試合数が5シーズンぶりに100未満に終わり、ホームランが4年ぶりに20本を割り込んだ。シーズンオフに、FA となった。2012年7月14日2011年オフに2年1600万ドルで、アリゾナダイヤモンドバックスと契約した。2012年は、 中軸打者として14試合に出場し、自身初の30本塁打を記録。一方で打率が253まで低下し、三振も151まで急増。チャンスでも209と打てず、勝負強さが影を潜めていた。守備では DH 制のないな、リーグということでレフトを守り、124試合の守備機会で一失策と堅実さを見せた。 2013年は4月に大体4頭筋を痛めて DL 入りした。復帰後はホームランの生産ペースが急減し89試合でわずか5本塁打に終わった。またミート面でも苦しみ打率220出場試合数とほぼ同数の82三振を喫した。2013年8月中旬クリーブランドインディアンズにトレードされた。 一席後は8試合にしか出ず、打率。167に終わった。11月1日に FA となった。2013年12月13日に、フルスツインズとマイナー契約を結んだ。2014年3月29日に、ツインズとメジャー契約を結んだ。しかし、45試合の出場で打率。224.1本類が13打点という、 成績に終わって、往年の打力復活はならなかった。そのまま6月8日に、リーフとなった。ありがとうございます。